堀っ由美子、堀ほ由美子、堀こ、由美子、ゆみこ。1967年1月10日大は、日本の女子プロレスラー。身長168センチメートル、体重69キログラム、兵庫県神戸市出身。極神会館の元世界王者、中村誠の下で空手を学ぶ。全日本女子プロレス入団。この時受けたオーディションの模様は、テレビ放映されており、 発端のすぐ隣には、後のダイナマイト、関西取る鈴木千恵子の姿も映っている。新人時代は、長与千草の付き人をしていた。1985年6月5日、北海道、苫小牧スポーツセンターにて、VS、宇野久子、後の北斗賞&、神崎文江でデビュー。パートナーは、仲間へ、めくみ、後のドリル仲間へ。同期では、 宇野と共に出世党的扱いだった。以後は、宇野と組んだ、タッグチームによる活躍が多くなる。1987年4月15日、ホッタ宇野で、和は世界タック王座を奪取するも、直後の小倉弓長堀和江とのタイトル防衛戦で破れ王座転落。この試合では宇野が、小倉による、ロープ2段目からのツームストンパイルドライバーを受けた際に、 首の骨折する重傷を負ってしまい、以後長期欠場、堀田はタッグパートナーを失う。1988年に当初は鈴木美香、後の南鈴香とタッグを組むことも多かった、西脇光子とファイヤージェッツを結成。戦え、ファイヤージェッツでレコードデビュー。ちなみに、復帰後のうのと鈴木はタッグを組み、リングネームも、会場、北斗と南の回路組。 マリンウルフを結成することにな。ファイヤージェッツは、クラッシュギャルズに続くスターとして期待され、実際、和は世界タック王座を獲得するなどの活躍を見せる。1990年代中盤からは、主力選手としてのポジションを確立するが、基礎的な実力に疑いはなかったものの、試合構成力や観客へのアピール力といった、プロレスラーとしての必須能力に難んがり、 我は世界シングル王座戦線では、後輩のアジャコング、豊田奈美などの後人を廃する。1997年の全女選手大量離脱の際には、全女に残留し、新生全女をアピール。大量離脱の前に、ホッタは、給料の支配を理由に工業をボイコットしようとする、選手たちの説得を試みたが、ホッタさは会社に丸め込まれてる。あなたは、 お金を持ってるからそう言えるんでしょと反発を食らった。1998年7月にはスポーツ平和党2001年5月には自由連合より参院選比例代表候補として出馬落選する。2003年5月11日の横浜アリーナ工業にて全女対談を公式アピール。6月24日にアルシオンを九州合併し、 エイタスを旗揚げするも、エイタスは2006年5月3日の後楽園、ホール大会を最後に解散。以降フリーランスとして、伊藤道場、アイスリボン、プロレスリングガロガなどを主戦場とする。ヒールの立場に立つことが多くなったが、前述の欠点は解消されておらず、ファンから厳しい評価を受けることが多い、リアヒールの扱いを受けることが多くなった。2007年10月から、 チックファイツさんに参戦するようになったが、参戦に際し、高橋奈良 A 代表に、現実のように同じ内容のメールを送付して参戦を、しつこくアピールし、さらに自らリングネームを、KUI 掘ったと改め、しまいには、入場テーマの CD が壊れたという理由で、自分の入場テーマを、アカペラで歌いながら入場するなど、アピール力に難を持つ、自身の欠点を逆手に取ったような、 ゲいワイなキャラクターを発揮。三のマットを混乱に陥れている。2009年より、パッションレッドに加入。パッションホッティーの、リングネームを名乗る。2011年、新団体、霊な女子プロレスの旗揚げに参加。11月に、専務取締役に就任。2011年11月、初代霊な世界女子王座に月尾崎まゆみの持つ、 日本人女子選手のベルト体幹時の最高齢記録を大幅に更新した。2012年2月19日、総合格闘技、ディープ TDC ホール大会で、ジョージ・ルーカスの娘、アマンダ・ルーカスと、初代ディープ女子無差別級王座をかけて対戦するが、3回1本、負け。2012年5月13日、レーナ初の後楽園大会で、ラ・コマンダンテと紙切りマッチ。 試合は、勝利したが、直後に退団。退団直後の5月22日に行われたディアナ、北沢大会に乱入し、入団をアピール。6月3日、入団を果たす。ディアナでは、堀田暴走軍を率いて、正規軍と抗争を繰り広げている。暴走軍の活動は、他団体にも及び、エイタス時代の弟子にあたる中島有沙が持つ。 JWP 認定無差別級王座にも挑戦して、負けはしたものの暴走ファイトを展開した。また、フルスレーナにも乱入し、自身退団後空位になっていた、レーナ世界女子王座を奪取したジュリを襲撃した。近年はホッタを、デビュー時からプライベートでも、大変に可愛がっている先輩のダンプ、松本とタッグを組んで、さらに構想を繰り広げている。年月日、 東京、両国国技館で開催された、カンドリ・シノブ生誕50年ミスター半世紀イベントスーパーレジェンド伝説から神話へのメインイベントで、カンドリ・シノブダンプ松本藤原義明 VS、長代千草天竜玄一郎堀田由美子の6人タッグマッチに出場。2015年5月5日には、板橋グリーンホールで、 デビュー30周年記念自主興業、暴走集を開催して会場は超満員で盛り上がった。2016年7月9日には、ダンプ松本堀田由美子主催興業、極悪暴走を開催し、超満員札止めとなった。当日には、全女の OG も多数登場した。7月11日、大似タアーチ氏が中心となって旗揚げされる。 ファイヤープロレスの女子部責任者に就任。7月27日のクライシス工業を最後に、ディアナを退団。8月7日、アクトレスガールズのアドバイザーに就任。10月21日、ファイヤープロレス、ハロウィンモンスターカーニバルでは、化身レフィセントホッティとなり、ポイ、ムカーベル、アンドフシギの国の英名組を撃破した。2016年12月31日、 肋骨骨折のため出場を辞退した、カンドリブに代わって、リジンファイティングワールドブランドプリー2016、無差別級、トーナメントファイナルラウンドに出場する。大会前一週間を切っての決断であったこともあり41秒で、敗退も、大会を盛り上げた。2017年1月15日、ビギニングアクト14において、万義夏美と1年ぶりの一気打ち。 アクトレスガールズ相手に初めてピラミッドドライバーを解禁し、試合後、私がお前らに本物を教えてやるとエールを送った。5月4日、自主工業、暴走集会から伝承から感じ取れ、マイナスを開催、豊田学美と組、安納サオリ万疑夏見組に勝利。2019年現在、日本の女子プロレス界において一度も引退せず最も長く、 現役を続けている選手である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。